その悲しかった思い出に一回ちょっとしんどいけれども立ち返って分かってあげること、それをその自分、その時の自分を慰めたりとか、まあ、怒るでもいいと思うのだし、参加者さんからのご相談をこう受けて、恵子さんがね、それは今を生きてないよねって言ったの。ほう、今を生きるって、やってるつもり、当たり前にやってるつもりなんだけど、生きてない人が結構いっぱいいるんだよね。そうそう、それで、まあ、もちろんカウンセリングをやったらさ、今の話ではないわけよ、まあ、今が辛いっていう話をするために、過去にこういうことがあって、こんな目にあって、こういう生き方をしてっていうことを話して今に、まあ、つながるんだけど、結局その過去に起きたことを手放せないから今が苦しいわけだし、あとは次は先ね、もうまだ起きてもない未来のことを、こうなっちゃったらどうしよう、ああなっちゃったらどうしようって不安があるから今が苦しいみたいなことになっちゃうわけでしょ。だから結局それって確かに今を生きてない、今この時っていう時だけをにフォーカスするっていうことができてない人が苦しいよなって、そうそう、今が楽しいように生きようって思っても邪魔をするんだよね、過去とか未来とかが。そうそうそう、思い出して怖くなったりとか、またああいうことが起きそうってなったりとか、やっぱり人ってどうしても過去の体験がね、そういうふうに思い起こされることっていうのはやっぱりあるとは思うんだけど、それでもやっぱり今をどれだけ大切に、あ、過去のことに振り回されるんじゃない、今なんだってできるかどうか、だからどれだけ過去を手放してっていうことがすごく大事だなって、でもその過去を手放すっていうことって耳で聞いても、よくわからないって人もいるでしょ。そうだね、なんかまず気づくことだな、なんかやっぱりその過去に誰に何を言われましたとか、親にこうやって育てられたとかね、なんかいっぱいみんなきっとあるじゃない、そんなに一度も誰からも傷つけられず、もう本当に円満な親のもと幸せにね暮らせたら一番いいけど、そうじゃない人がきっとほとんどでね、それでだけど、そこを結局ずっとずっと握りしめて握りしめているから今の現状が苦しくなっちゃうって言ってるんだなっていうことにまず気づくことだと思うんだよね、その握りしめたその悲しい経験とか、こうしたらこうなるっていう、なんていうか思い込みみたいなものが今をそう見せているみたいなところもあるよね。そうなんだよね、だからこそその思い込みって一体いつ持っちゃったものなんだろうっていう、その視点がすごく大切だと思う、でもそれを手放すって今言ったじゃん、手放すってどういうこと、ってなるよね。まあね、いろんな方法もあるんだろうし、考えがあるけど、そうだな、手放す、私のイメージでは、手放すは忘れるとかでもないんだよな、なんだろう、過去のことを消化させる、過去のことで今に引きずらないというかな、私ね、その時の自分を分かってあげるっていうのかな、辛かったよね、嫌だったよね、でも大丈夫だよって自分が自分に言ってあげることかなって、私そうしてきたの気がするのね。確かに、その時を責めてたりとか、なんかいつまでも悲しんでたりとかっていうことをやっぱりしてるってことだもんね。手放せないっていうのはね、それってまずは感じてあげないと、その悲しい感情を感じてほしいから、また新たな同じようなことを繰り返すわけじゃん、これちょっと心理学的で難しいかもしれないんだけど、そういうことを人はするんだよね、そうだね、そう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 、だからもうその
感情を感じてあげるっていうことがまず大事だよね。感じないようにしてさ、うん、箱の奥の方に、心の箱の奥の方にしまい込むじゃん、うん、辛ければ辛いほど、うんうん、そうだね。でも感じて感じてってこう蓋を叩くわけじゃん。分かってほしいんだよね。そうなのね、うんうんうん、だからまず自分が自分のことをちゃんと見てあげるっていうことだよね。そう思う。いろいろね、インナーチャイルドとかいろんな言い方をするけれども、うん、まあ、とにかく自分で、まあ、一番簡単にできるのは、その悲しかった思い出に一回ちょっとしんどいけれども立ち返って、そうそうそう、戻った上で、さっきおたんが言ったみたいに分かってあげること、うんうん、それをその自分、その時の自分を慰めたりとか、うんうん、まあ、怒るでもいいと思うの私。あの、なんであの時あんなこともできなかったんだって自分を責めてる人とかもすごくいるから、うん、そういう時は怒るもありだと思っていて、うん、あ、何できなかったんだっていう、なんでできなかったの、どうしてあの時あれをやらなかったのよとか、どうしてこうやって言い返さなかったのよ、おかげで私今でも苦しいじゃないの。おお、私とやったことないパターン、うん、でも怒るけど、うん、その後は慰めなきゃいけないんだけど、どっちにしても、うん、どっちにしても許す方には行くんだけど、うん、なんかね、過去の自分を怒り足りなくて、うん、今もうずっとなんかね、人から怒られることを繰り返してる人とかも多いんだよね。へー、怒り足りないか。だからやっぱり、うん、やっぱりその時の感情を出してあげるっていうことだよね。そう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 、なんだよね、うんうん、ちょっとやってみてもらうといいかもね、うん、そう思う。気持ち悪くなって大変だけど、あ、うん、まあ、そういう場合も結構あるよね、うん、あの過去に、ね、戻ることがとても苦手な人も、そう、あの怖すぎて辛すぎて思い出せないっていう人もまあいるけど、うん、でもやっぱね、すごく大事、あの、うん、目の前のことはダミーだから、うん、今起きてることは基本的にダミーで、やっぱり過去にその今それを苦しく感じてしまうような出来事とか思いがきっとみんな隠れていてね、うん、でそれを消化する、うん、でそれができていくと今度今にどんどんフォーカスしていかれる。そうそう、まずはそれやんないとね、そうそうそう、辛いんだけど、自分と向き合うっていうことだよね。そうだね、うん、これさ、うん、一人でやるとさ、私たちの結構辛いじゃない。だからあゆみんがいたり、うんうん、私がいたり、うん、近くにそういう人がいたら、そういう人を使うというのかな、うん、っていうのも大切なことだよね。そうそうそう、うん、本当にそうだよね、うん、やっぱり自分一人でこれはできないから、うん、カウンセラーとかがいるんだって思う。私もそう思う、うんうん、本当にその時は自分で一人ではやってないでしょ、あゆみんも。私も一人ではやってないんだよね、その作業。特に最初はできないよね。そう、最初はできない、うん、ある程度やり方が分かってきたら、うん、自分でもちょっとはできるようになるけど、でもやっぱりね、自分のことは自分で見えないから、相手っていう存在がいるわけだから、うん、そこは人に頼るところだと思う、ね、うん、頼っていいっていうこともちゃんと言い聞かせないとね、うん、そうだね